さあ、今年もプロ野球開幕しました。ということで、なんと総チェックの開幕でございます。ね。2023年シーズンプロ野球開幕戦。えー、まずはこの初日開幕戦全6試合の総チェックいきます。さあ、皆さん、今年も始まりましたよ。この佐々木の佐々木チャンネルね。全試合総チェック。あの、これを皆さんね、一緒に見て、プロ野球ね、盛り上げていきましょう。佐々木の YouTube チャンネルだけを見とけば、すべてのプロ野球の情報、全チームの情報、 くまなくお伝えしていきます。毎週月曜日、そして金曜日に総チェック出しますので、ぜひ皆さんね、えー、1年間お供くださいね。サズザキも1年間かけて修行ですけども、皆さんも始まりましたよ。シーズン始まったらね、修行ですね。えー、皆さんの視聴回数とグッドボタンがサズザキのモチベーションになっていきますので、ぜひね、1年間お付き合いよろしくお願いします。今年で4年目のシーズン迎えましたけどもね、総チェック。 まだまだ行きますよ、佐々木ね。元気に、ね、仕事やってますけどもね。総チェックもやって、毎日ね。全試合チェックしていきたいと思います。ということで、2023年プロ野球開幕、佐々木チャンネルも総チェック開幕でございます。プレイボール佐々崎チャンネルさあ、まずはね、えー、30日に、小、え、倉、ー、落とし、エスコンフィールド北海道ね、行われた開幕戦、佐々木ね、えー、テレビ東京の え、解説で北海道行かしてもらいましたけども、まあ、初めて見た感じね、放送席からバックスクリーンのね、あのガラス張りの外がね、え、眺めて景色もあってね、花火もあったりね、非常に楽しめてね、ちょっとグルメもね、美味しそうなグルメあったんでね、食べれませんでしたけどもね、ぜひ行かれた際にはね、え、グルメも味わってみたらどうですかシャウエッセンのホットドッグ、あとラーメンとか、あの、お寿司とか、非常に美味しそうだったんでね、え、非常に楽しめるんじゃないでしょうか皆さんね、ぜひご来場いただきね。 えー、プロ野球を応援するとともにね、えー、その、食のね、テーマパークも楽しんでいってもらえればと思います。ということでね、オープニングゲームね、楽天ね、先発マー君、そして日本ハーム先発ね、えー、加藤投手っていうところで、加藤投手はね、昨年9月頃からね、えー、開幕投手って言われてね、そこからまあ、風も引けないね、もちろんコロナにもかかれない、怪我もすることもできないっていうね、約半年、 緊張感の中ね、この開幕に向けて準備してきたと思いますけどもね、非常にね、大、えー、役は務めれたんじゃないでしょうかね。えー、7回102球、8安打334、無四球3失点と、まあね、非常に緩急もうまく使ってね、えー、持ち場への粘り強いピッチングで、えー、ボール先行してもね、フォアボール出すかなっていうところでも、しっかりとしたね、制球でフォアボールがね、えー、ゼロっていう形でね、 まあ、3失点7回。これはまあね、開幕投手っていう重圧の中で、これはもう攻められないんじゃないのかなと。非常にね、まあ、勝ちはしなかったね、本人はね、こう思うところはあるかもしれないですけども、これはね、先発ピッチャーとしての役割は十分果たしたピッチングだったんじゃないのかなと。ね。えー、そして、えー、楽天はね、先発マークをなる。 北海道で、あの、トマコ前、駒台ね、トマコマ出身というところでね、まあ今年はね、なんとしてもマー君ね、日本復帰してから、二桁勝利はもちろん、やっぱ貯金をいっぱい作ってもらわないと楽天に優勝にはなかなかっていうところでね、えー、先発、5回3分の2投げて、98球2 5三四、2安打53、二四球、一デッドボール、1一点と、まあとにかくね、外のスライダーがね、めちゃくちゃ精度良かったね、全体的にね。でしかもあの、フォームも力だ、力感なくね、バランス重視で、しっかりこのリリースポイント、この離すとこだけ力入れて、えー、非常に にね、あの精、精度も良くて、制球も良くて、非常にいいピッチングだったんじゃないのかなと。で、その中でね、特にあの、ファイターズ打線がね、このマークのスライダーをね、真ん中にも外を追っかけたりとか、そこを捉えきれないでボール球振らされてね、完璧にマークの手の内でね、抑えられていくっていうところではね、ちょっと狙い玉っていうところをもうちょっと絞った方が良かったかなっていうところと、たまに使うね、あの、ツーシームがめちゃくちゃ効いてた。だからそこら辺はね、キャッチャーの安田と共にね、非常にいい配球もしたし、あのね、そんなにいっぱい使わないんだよね。 たまに使うね、このツーシームっていうところがね、より外のスライダーの威力を増したっていうところでは、このね、コンビネーションも非常に良かったかなと。逆にね、あの、ファイターズ打線をね、この、 えー、マークの投球術、あと安田のリードにね、奉納されちゃったかなっていうところはありましたね。まあ、その中でね、ええー、まあ、どうなっていくかっていうところでね、エスコンフィールド北海道初ヒットはね、まあ、ファイターズの人が打ってほしかったところだけども、今年新加入の、えー、楽天フランコ選手がね、ええー、このエスコンフィールドね、初ヒットっていう中でね、えー、5回表てね、ここで8番ね、伊藤幸也選手ね、ここでね、レフトスタンドへ初級のストレートをね、思いっきり引っ張り込んで打った瞬間ホームラン、ガッ ナイスバッティングっていうね。DNA が移籍してきてね。まあ楽天はね、右打者が少ないっていう中でね。まあこのサードで8番でね、大抜擢の中。まあオープン戦もね、非常にいい数字を出してね。えー、中で、このね、ホームランっていうのは、まあエスコンフィールドのね。 ほげろ落とし、第1号になったわけだけども、本人にとってもね、まあ、開幕戦勝った楽天にとって大きいけども、本人にとってもね、こっからね、ぐーっといけるね、まあ、素材はいい、素材はいいって言われる中で、まあ、DNA ではチャンスつかめず、あとマキとかの台頭もあってね、チャンスもなかなかない中でね、移籍してきて、この一発っていうのは本人にとっても、チームにとってもね、 完璧な一本、素晴らしかったですね。そして楽天もね、4回までは完全試合ね、完璧にマー君にヒット一本も許さず、ね、完璧に抑えられた中で、そのね、伊藤選手がホームラン打った後ね、このま試合が動き出して、5回ロ裏ー,ーね、ワンアウトから、清宮のね、 フェンス直撃2ベース。これあとも50センチぐらいでホームラン。あれ入ってたなっていうところでね、入れなかったのもちょっとファイターズに流れがなかったかなっていう中でね。まあ2ベース。でこれマルティネスがね、デッドボール、ツーシームでね。で、ワンアウト1、2から真ん波三振、宇佐美がね。 キャッチャーフライっていうところで、ここで1本出てね、1点でも取ってればっていうところでね、この1点取れなかったっていうね、だから取れるべきところでチャンスは作ってんだけどね。で、ここで何、楽のピンチをしのいでね、6回の表、小深田がね、ライト前ヒットを打って、また3番フランコがね、スライダーを引っ張り込んで、 レフトへツーランホームランで3対0。これは大きかったね。で、まあここでね、ちょっと感じるところが、まあこのね、フランコに対して1打席目のね、まあこれは詰まりながらもヒットだったけど、スライダーね、詰まりながらライト前ヒット。えー、そして、四、えー、4回に先頭バッターね、フランコ。これまたスライダーを引っ張り,引っ張り込まれて、あの、レフトへのツーベース。この4回の時も、カーブ投げて、 カット、カットっていうところを投げて打たれてんだよね。初回のカーブ投げて、スライダー、スライダー、ホーク、スライダーで打たれてんだよね。だからストレート1球も投げてないわけ。このフランコに倒しちゃう。で、この6回もシュートで入ってボール。で、スライダー、カットがね、甘めに入ってホームランっていうところで、こう、まあ、データだとは思うんだよね。その持ってきた資料。でも、同じように投げて、同じ球打たれてっていうのは、ちょっと学習能力が、 もうちょっと出してもよかったんちゃうかっていう中で、で、ストレート一球も使ってないんだよね。一球も使わないで、全部入ってくるスライダーを、ものの見事に、ライト、ま、詰まりながらライトへで、引っ張り込んでツーベースをで、引っ張り込んでホームランっていう、同じように打たれてるっていうのは、ちょっとここはベンチワークも含めて、まあ、あとは宇佐美の配球も含めて、この、意図が感じられないね。っていうか、もったいない。もう、同じ球ばっかり打たれてるからね、そこを持って、インコースのね、ほ ストレート行くとかね。あってもいい中で、ここまで打たれた中で、シュート一球、ストレート系はシュート1球投げただからね。あと全部入ってくる球。それが、まあ、甘めになったっていうところはあるけどね。それを引っ張り込まれたホームランっていうのは、このフランコに対しての3打席っていうのは、ちょっと疑問に残る。まあね、明日からの試合にね、またピッチャーがね、まあ、ここ右左の兼ね合いがあるけどもね、ちょっと、どうなんだろうなっていうね、ここはちょっと、あの、配球に対しては、疑問が残る配球になったかなっていうところはね、 まあ、見てるファンの皆さんも感じたんじゃないのかなっていう中でね、もうちょっとやりようあったんじゃないのかなっていう感じでね、あの、フランコに対する投球でしたね。でもまあ、これ3対0になって、で、その後ね、まだハブにも挽回のチャンスはあった。これ6回の表ね、磯端が三振するけども、松本がね、レフトでツーベース、で、上が回たフォアボール、で、石井がフォアボールっていうね、マークここら辺から若干ボールがね、高めに浮いてきた。それまではね、低めにしっかり投げれてたのに、若干高めに浮いてくる中で、ワンアウトもあるり、で、ここもツーエンドツーになって、 これ、スリーボールにしたくないなっていう中でね、最後ね、この野村に対して、ホークボール、スプリット、ど真ん中甘みに入ってくるんだよね。で、結果的に、このね、満塁からセンターへの犠牲フライで1点、ここ最低でも1点欲しかったところだから、これ1点っていうのは良かったんだけども、ここでタイムリーヒットが打てるかどうかだけが、一番のキーポイントだった。ここで、ね、あの状況の中甘みに入ったところを、ヒット打ってればね、一気に同点。で、ひょっとしたら終盤どうなってたかわからない中で、 この犠牲フライっていうのはね、まあ、ポイントだったかな、ハムにとってはね。まあ、この5回、6回とね、チャンスが繋がっても犠牲フライの1点しか取れなかったっていうところは大きかったし、逆に楽ではね、ポンポンポンとホームランが出るっていうところでね、まあ、3対1の接戦をものにしたっていうね。で、まあ、このね、2アウトに3塁になって、ここでピッチャーで、ね、鈴木に帰るんだよね。これはね、石井監督勝ちね、ここでね、スパッと帰れたっていうのもかなり大きいね。で、しかもこのね、初球にスライダー来て、 清宮がね、打つんだよね。完璧な当たり。若干一塁側にそれて、ファールになるんだけども、あれまた仕留めたかったね。だから、清宮的な状態良さそうだけどね。で結局セカンドゴでアウトになって、ここはね、鈴木、グッドリリーフだね。この采配も良かったしね。で、その後、あの、孫、西口、松井裕樹とね、え、リリーフつながっていくんだけども、西口もね、これだからこの順番なのかなっていうね、今年の楽天の方程式はね。 あの、完璧にね、まあ、安心感あるね、西口はね、いろんな球種をいろんなところに制球力よく、ストレートもね、1 5 0キロ超えてね、投げれるっていうところと、で、まあ、9回はね、松勇気、まあ、侍ジャパンではね、登板する機会1イニングしかなかったけども、しっかりね、 この調整しきれてて、ね、野村三振で清宮も三振でマルチネスセンターフライト。完璧なピッチング。これはもうね、本人もほっとしただろうし、チーム関係者もほっとしただろうし、ファンの皆さんもね、ほっとした感じだったんじゃないのかなと。だから楽天としては完璧な試合展開。新戦力のフランコ伊藤っていうところがホームランも打って、取るべき点取って、で、ピッチャーの先発マークも抑えながら、 リリーフも盤石っていうところでは完璧に近いで、ね、楽天としては開幕戦になったし、日本ハムとしてはね、まあ3打しか打てなかったっていうところと、まあ勝負どころでの1本が出なかったっていうところがね、まあ敗戦につながったけども、まあちょっとまあね、この新庄監督も策としてはね、出せる策もなかったし、状況でもなかったっていうところでは、まあ完敗っていう開幕戦になったかね。まあでもこのね、楽天としてはいいスタート切れた開幕戦になったんじゃないでしょうか。 ついで、えー、西武大オリックス。ね、3対2でオリックスの逆転勝ちっていうね、もう、すごい試合になりましたけども、まあね、オリックス先発は、えー、自身一軍初登板で、初開幕投手の、えー、山下俊平た、えー、5回3分の1、84球、4安打734、1 9 1って言うと、まあこのね、大役を、まあ勝ち星はつかなかったけどもね、大役を見事にね、務めたんじゃないのかなと、ストレートもね、勢いあったし、まあホークボール、カーブちょっとホークボールのね、 精度っていうのが、この良い,い悪いがね、ちょっとはっきりしすぎたかなっていうところはあるけども、カーブもいい感じになったし、で、これね、まあ、森もね、非常にいいね、配球できたかなと。それがね、一番このね、おって、えー、思ったのが、こう3回ね、3回の裏、ワ、え、ン、ー、アウトから金子がね、センター前打って、 このペイトの打席で2ストライクを追い込むんだよね。で、そこからホークボール投げたら、とんでもないワンパンして、森の頭も超えて審判のマスクに当たるっていうね。あれはもう絶対取れない。で、ワイルドピッチ。で、ここでね、もう一回森はホークのサイン出すんだよね。そしたら今度とんでもなく引っ掛けて、あれも森は絶対取れない。もう、この2級はね、キャッチャー絶対取れない。で、2&2 になって、ここでね、このキャッチャーの資質が問われるポイントなわけ。 まあ、ここはさすがにね、あんだけホークを請求できてなくて、キャッチャーを絶対止めれないところにワンパン来たら、さすがにホークのサインは出せないよなと。でも、まあ、っすぐ確かにさ山下俊平と早いし、力あるけども、ペイトンも1位の3でまっすぐ待つ状況、2回とんでもないワンパンだから。だから、こうどうするのかなっていうところで、ものの見事にカーブ。若干ね、ペイトンもぼんぼんなって三振したけども、 この選択と、この山下俊平太の初登板の支えたっていうところでは、もちろん山下本人のピッチングも良かったけども、森のそういうね、強気の配球っていうのは非常に良かったし、そのが象徴されるのが、このね、3回裏のペイトンへのフォークフォーク、ワイドピッチワイルドピッチのカーブっていうね。で、その後、牧野もね、レフトフライに打ち取って、ね、ここ0点でしのいだっていうところはね、非常に良かったかなと。まあ、その後ね、セーブとしてもね、高橋コーナー、まあ、3、 年連続の開幕投手になるけれども、こちらはね、ピッチャーが、キャッチャーが告げっていうね。だからこの、どちらもね、チームの穴をどこまで埋めれるかっていうところで、西武はね、森が抜けた穴をね、キャッチャーがどこまで埋めれるか。で、オリックスは吉田抜けた穴をね、誰が埋めれるかっていうところの穴を埋めれる勝負になった時に、このね、西武のキャッチャーね、告げ、ね、高橋コーナーにとって、 ね、中では非常にいいピッチングをね、オーナーリードしたからと、インコースにね、ストレートをしっかり使いながら、フォークボールっていうね、で、低めのバッテリーエラーもなく、しっかりね、高橋コーナーをリードしきったっていうところは非常に素晴らしかったし、まあね、あの、5回の表の、え、野口がね、タイムリーヒット打つけども、あれはね、打った野口くッつあの、インコースの高め、コンパク詰まりながらもね、しっかり振り切ることによってセンター前タイムリーね、 あのバッティングは素晴らしかったね。まあね、このショートの開幕スタメンをゲットしたのはね、だてじゃないなっていうところと、佐々木のね、まああの、合併した高校、ナルト図書高校出身っていうところでね、ぜひ頑張ってもらいたいっていうところもあるし、セーブとしてはね、この4回裏ね、トノサがセンター前ヒットで出て、山川見逃し三振になるけども、ワンアウト1位から栗山がね、左中間できけるね、タイムリーツーベースっていうね、まだまだ元気なところを見せるぞっていうところと、ストレート力負けしなかった、初級からしっかり打てたっていうところでね、栗ば 頑張っていく。ね。で、7回裏に、ね、え、ピッチャー、あの、宇田川から、まあ、6回ね、山下が、え、どの先にヒットを打たれて、宇田川なるんだけども、まあ、ここでね、冒頭、あれはり止めなきゃいけない。ね。あそこはしっかりね。で、その後、えー、山川三振。で、栗山歩かして、次もね、ピッチャーゴールとね、え、しっかりピンチをえ切り抜けるけども、ね、宇田川から変わった阿部が、ね、7回裏、ね、初級ね、相手にレフトスタンドへスライダーね、 甘みに入ったところ、ホームラン、グーったと,と。これでもうね、高橋コーナーが、しっかり投げ切って、まあこれもセーブ勝つんじゃないのかなーってね、思ったら、ね、あの、9回に出てきたのが、ルーキー青山っていうね、で、簡単に2アウト取って、ね、ここで迎えた、森、初級のフォーク、若干真ん中目に落ち切らず、真ん中低めになったところ、振り抜いて同点ホームラン、森、トンベック、ね、 だから、まあ、ここで一つの謎は、ね。まあ、もちろんこれ結果論なんだけどもね。なんで水上じゃなかったんだろうっていうね。ちょっとなんかあの、マスダは情報によると、ちょっとなんかあの、調整、まだうまくできなくて、ちょっともうちょっと時間かかるか、まあ、投げられないかっていうところがあったから、 っていう情報だったんだけど、まあもちろん青山のね、あの成績見たらオープン戦ね、きっちりさえてて状況良かったと思うんだけどもね、まあその後ね、あの延長でもそうだけど、まあブルペンで作ってたの見たからね、ここなんで水上じゃなかったのかなっていうところはちょっと疑問残るけども、このね、2アウトからホームランだけ避けなきゃいけないっていうところでね、まあこのフォークがダメとかね、そんなことは全くないけども、キャッチャーの次げからしたらね、これ最後までしっかり抑えきるっていうのはキャッチャーの務めの中でね、もっとジェスチャーはしたのかとかね、 青山に新人ね、指示はもっとできたのかっていうところはね、もうちょっとできることがね、あったんじゃないのかなっていうところはね、そう反省すべきだと思うね。配給道のこじゃなくて、低めとかね、作ってくるよとかね、声掛けしたりね、ジェスチャーしたりすることが、ちゃんと自分の中で届りなくできたかどうかっていうところはね、問わなきゃいけない。ね。で、しかもね、この10回表もピッチャーね、ティノコに代わって、1番胸がね、初級のほぼど真ん中のストレート系、もうホームラン打って、ここもね、 もっと、配級がどうとか言ってるわけじゃない。もっとできること、低くでこうすね、とかね、初級から来るよとか、もっとできることあったんじゃないのかなっていう、2インニング連続、初級を一番結果としてはなったらいけない、このホームランで同点、勝ち越しっていうのを打たれるっていうのは、やっぱりこれはね、あの、攻められても仕方ないっていうね。 反省すべきところは反省しなきゃいけないっていうね、開幕戦のこのプロ野球の難しさ、最後9回どうやって締めていくかっていうレギュラー報酬の一番大変なところっていうところがね、まあいい勉強になったんじゃないのかなと。まあこれをね、勝手にまあまだあと142試合あるわけだからね、しっかりそういった自分のできることはしっかりやったのかっていうね、サインだけじゃなくて、それはちょっと自問自答をね、する必要あるかなっていうところと、この一発でね、あのメキシコ戦のホームラン、日本シリーズでの吉田のホームラン、流れを変えたホームランっていうところで、 森が打って、これも吉田の穴は森が埋めるぜっていうところのね、メッセージ性は大きかったし、それを期待ね、感、高まるぐらいの素晴らしいホームラン、森。Good. ナイスホームラン。ね。で、まあね、まあ、次としてはその守備面の課題も残ったし、やっぱりね、キャッチャーも打たなきゃいけないっていうところを考えるとね、次の8回ね、2アウト1、三塁からね、三振。 で、そして、6回も2アウト1、塁からピッチャーゴロっていうね、このチャンスで次が1本打ってたらね、もっと楽な展開になってたかもわかんないところでは、この森が抜けた穴っていうところのね、大きさがあることを、セーブとしては開幕戦ね、こう見せつけられちゃったからっていうね、オリックスとしてはファンの皆さんにね、吉田抜けた穴、僕がグめますよっていう森のね、バッティングで、すごい信頼感と期待感とね、熱いものを 感じたかなっていうこのちょっと穴がねちょっと開幕戦はね明暗こっきり分かれたかなとまあでもこれはねまだ始まったばっかりだからそこからね 次も、ここからやるべきこともね、いっぱいあるだろうし、ね、こういったところを勉強の一つとしてね、また明日以降ね、頑張っていってもらいたいなとね、オリックスとしたらもうね、くぶくり負けてた中で、笛遺跡の森がホームランで、この西武派にとったら、クーみたいなね、試合展開になったけども、ね、ちょっと疑問なのは、なぜ水上は投げなかったのかっていうところと、まあ、次のね、もっと初級からもっと丁寧にっていうところはね、 あったような試合展開でしたけど、完璧なね、試合展開。オリックスのね、3対2で開幕戦勝利です。さあ、続いては、えー、ソフトバンク対ロッテっていうところで開幕戦4対0でソフトバンクの完勝で、えー、ございます。まあね、ソフトバンク先発、大関ね、開幕投手になってね、えー、7回96球に、二安打734、2無失点と、完璧な。 ピッチングです。まっすぐスライダー、ホークっていうところで、コース投げたり、左バッターにインコースもしっかり投げたりね、ホークは低めに投げたり、スライダー、コースに投げたりね、えー、完璧なピッチングで、もう大役を十分務めて、開幕戦後期初勝利っていうところはね、グッピッチンだったと、えー、思います。まあでもね、ロッテ先発、大島も5回3分の1、97球、4安全、43チ、3四球、3失点。まあこのね、栗原のホームラン1本、 いやー、攻められないよね今年も負け癖がついちゃってんのかな援護してくれないね。もう頑張れ、頑張れとしか言いようがない。あのー、その中でね、ロッテはね、この5回まで、もう完全試合だからね、7回にやっと不条化のね、センターマイヒットが打って、まあその後で1点入んないんだけどもね、もう5回まで完全試合。その中でね、まあソードバンクはね、まあこのね、じゃあ栗原のね、ホームランにちょっとね、集中して見ていくと、栗原ね、2回の裏にね、あの、先頭で、4番ね、 ストレートセンターオーバー、フェンス直撃のツーベース打ってんだよね。で、えー、その流れから今度3回のね、ツーワード1、2から、えー、回ってきて、4球目のスライダーをキャッチャーファールフライでボンダしてんだよね。6回裏。またも、ね、今度はノーワード1、塁で回ってきて、1ボール2ストライクから5球目のスライダーをホームラン打ってんだよね、スリーラン。 だからこれね、ロッテのバッテリーから考えたときに、まあキャッチャーはね、開幕スために田村だったんだけども、1打席目にストレートを完璧にフェンス直撃打たれたと。で、2打席目、ピンチでスライダーでキャッチャーファールフライ打たれましたと。まあ、これはストレート系危ないぞと。で、スライダーで抑えに行こうって言ったときに、ワンボールツーストライクからスライダーがど真ん中入んのよ。これはやっぱ小島は、とコースにちゃんと投げなきゃいけなかったし、栗原はさすが。 前の打席で打ち取られたやつを、次の打席でしっかり修正してきて、しかも、ホームランを打つっていうね。この配球的にはね、ちょっと攻められない。やっぱストレートを打たれて、スライダーをでうまく抑えて、ワンボール、ツーストライク、まだ余裕がある中で、スライダー行きたいっていうのは、これはまあ、ほぼほぼのキャッチャーが行きたいと思うわけ。そこであんま目に投げられたっていうのはね、もうちょっと自慢コースにね、しっかり投げてもらいたかったっていうところはあるけども、打ち取られた球を今度はね、 同じような、その前も甘かったんだけどね。同じような球をね、完璧に打ちたってく。これグッパって、しかも修正してきた。素晴らしい。7回の裏のワンナウトから、回がレフトへツーベースって、ちょっとね、WBC では苦労したけども、グッツーベース。ね。で、牧原がレフトへタイムリー、ツーベース、グッこの侍コンビで、しかも9番が出て一番が返す、この1点でね、もう試合あったっていうね、感じのね、素晴らしい。 試合だったねまあ、その中でね、やっぱこのね、6回の3点に繋がってんのはね、なんて言っても、このね、さきのセンター、グッブレイね。まあ、藤岡がね、ヒットを打って、ワンアウト一塁から、藤原がね、センター,わー、フェンス直撃ぐらいのところ行くけども、それが配送しながらね、ドーンってフェンスにつきながら、さきのキャッチ。あれ取れてなかったら、ここでね、先制点許して、その後どうなってたかわかんないから、このさきの、 ファインプレーがあってからの、あの、く、栗原のホームランっていうところはね、非常に、流れ的にもね、グッと、チーム的にも良かったね。で、ロッテとしたら、でもね、勝ゃうんですね、あったのよ。その、あったの何かっていうと、やっぱ7回、8回、チャンス作ってるわけ。3点取られた後に、先頭、中村がね、ピッチャー強襲の悩んだ打って、山口フォアボール。で、村、ね、この、井上がダブルベイ、ここのダブルプレイ痛かったよ。 ほんとね。逆に言うと、ここ大関ダブルプレイでしのいだのがね、大きかったね。若干ここら辺きで球がね、上ずったりね、大関もちょっと正規見出して、まあ疲れもね、あると思うんだよね。まあその中で、チャンスを得た中で、このね、井上のダブルプレイ、痛い。で、ポランコがフォアボールになって、ツーアウト一三塁になって、安田がレフトフライ。これも得点。ね。で、8回。ね。ピッチャー松本に代わって、先頭佐藤がね、ライトにツーベース打って、よし、これでね、 まだ4点あるけども、なんとかしかみつくとっていうところで、藤岡のショートなぜか佐藤が終わってて三塁に行って、で、挟まれてアウト。しかももっと挟まれるのを我慢しとけば、バッターランナーの藤岡がセカンドまで来れて、まあまあ OK ってなるところを我慢しきれず、速攻アウトになって、ここのね、ランダムプレイで、あの、ソフトバンク、あの、サード栗原、あとあの、セカンド牧原、完璧。トン、トンでアウトにしたからね。あれがね、 だから、不条化もセカンド行けずに。だからロッテとしたら、このね、もうこういうミスしてたら、それ勝てないんで、その後ワンアウト1秒から藤原がセンターヒット打って。 で、ワンナウト散るから大城の中村がもう一本出なくてね。だからチャンスは作ってるけども、その走塁ミスしたりとか、そういったね、ところの1分ダブルプレイになったりとか、まあもちろんそこをね、ソフトバンクがしのいだっていうところもね、正しい見方だけども、ロッテとしてはそこを、ね、ついていけなかったっていうところがね、まあこのね、この範囲っていうところに挙げられるかなって、まあそういう細かいところをやっていかないとね、やっぱソフトバンクにはなかなかね、立ち打ちできないっていうところと、一発攻勢に、えー、やられちゃったかなと。 で、まあ、7回8回ね、無得点でもう GM という形で、まあ、ソードバンクね、4対零完勝でございます。続いて、ヤクルトだ、広島。四4対零で、ヤクルトの勝利で、完勝でございます。まあね、あの、ヤクルト先発、大川。7回82球、安三安で四三4一球無失点と、もうまっすぐチェンジアップスライダーも、すべてがコースに低くてね、コントロールも良かったし、緩急もついたし、ストレート、ね、ストライク先行で勝負できたし、もう完璧にピッチング、ピッチね。 広島先発大瀬良、5回74球、五安ン五53、1して、9、2、1て悪くなかったけどね。このね、もうなんて言ってもね、初回ね、先頭、浜田がライト前ヒット打って、青木山田はアウトに取るけども、村上にホームラン。村上、グッズ。WBC からの流れ、まだ来てますね。でもよ、カーブ、そんな甘い球じゃないからね。アウトコース低めの。あれホームランにするって、あの、走行試合の、 大谷が膝ついて打ったホームランで匹敵するぐらいの難しい球よ。大勢のとしてもミスコントロールじゃないからね。あれはもう打った方を褒めるしかない。村上クホームラン。これでね、一気にヤクルトへの流れがね、えー、できたかなっていうところとね、まあカープはね、そこからまあヒットが出なくて、小川にね、完璧に、えー、抑えられて、まあ初回ね、秋山ヒットで出るけども、まあ盗塁でね、アウト。で、2、3、4とね、三者凡退。で、 5回ね、先頭マックブルーム、レフトエンドウッド打つけれども、西川ね、続けず、デビッドソンフォアボール、で、坂倉のダブルプレイ、このダブルプレイ見た方ね、ここで1本ね、出てればっていうところあったけどね、6回ね、菊池が村上のね、エラーで出塁するけども、で、大打校でね、大沢のところ田中康介ね、こうセンターフライを菊池がもう、いや、ツーアウトかっていうぐらいの、もう一目散でサード行って、で、あの、センター浜田が宇宙会寄り取って、 戻ってこれずダブルプレイっていう。ばいや、あれはそんな、そんな慌てちゃダメだね。だってそもそもまだ2対0だし、しかもノーアウトだから、抜けてから見ても、だって行ったって、でまあ、もしホームリーに変えなくて、2、3塁になっても十分じゃんね。あの、ノーアウト、2、3塁で1番からなるわけじゃん。ね あんなに慌てていかなきゃいけなかったことかと。しかもそんなギリギリでもなく簡単に浜田取ったぞっていうね。ところではかなりのね、判断ミスだし、このベテランの菊池がやるっていうところでね、ちょっとどうなのかなっていうところではバーッと。だね。こういうのも痛かったね。ちょっと、だから広島はね、そういうところのミスがね、ちょミスとはあとね、盗塁させない。えー、2回、3回、4回、8回。ね。まあ、2回ね、あの、内山に盗塁。で、 えー、3回、2アウト1塁から山田に盗塁。で、4回、2アウト1、三塁から長岡が盗塁。えー、そして、えー、8回、ノーアウト1塁から山田が盗塁。で、これ、後にね、あの、オスナがヒットを打って、中村優兵園のスクイズで1点取られてるから、もう点にも絡められてるわけ。 だかもちろんね、ピッチャーのクイックっていうところもあるけども、坂倉がもう最初の方とかもうワンパンとかなってるわけ。やっぱりね、まあ最後はノーパン投げたけどね、ちゃんと投げてセーフだとピッチャーのクイックとか盗まれてるっていう責任できるけど、やっぱキャッチャーがね、ワンパンとか投げてると、やっぱりそこはね、もうキャッチャーの責任にかなり大きくなるから。こう、去年もそうだけど、やっぱカープはね、この、盗塁されすぎもんであるから、ここら辺をもっとバッテリーコーチも含めて、ちゃんとやっていかないと、これで、 追加点今日も取られて、もうそれダメ押しになってるからね。この8回の山田の盗塁ね。ノーアウト1塁から。も、ま、う、あ、ノーアウト1塁から盗塁されてる時点で、もうフリーパスでいけると思われてるからね。で、その後村上がレフトフライになって、ワンアウト2になるけども、オスナがレフトもヒット打ってタン塁。で、中村の時に見事にスクイズ決められて、この4点取られて、もうジエンドみたいな形じゃん。だからそういうね、まあ、その打球判断のミスもあるし、こういう盗塁っていうところもね、去年からの盗塁は特に改善点の中で、こう開幕戦で4盗塁はね、 もうちょっと引き締めていかないと、坂倉はね、バッティングにも影響してきたら、これチームに屋台骨をね、揺るがすことになるから、もうちょっとバッテリーコーチを含めて、そこら辺ちゃんと修正していかないと、これはね、今後のこの大きな課題になってきて、まあ、明日以降もね、その足っていうところでね、どうなるのか、それによって配球が変わって、真っ直ぐ多めになってホームランを打たれるとか、もう最悪だからね、もうちょっとね、修正していく必要はあるかなと、感じますね。で、ヤクルトはね、その、あの、3点目にね、6回、大阪からピッチャーね、ー野に変わって、オスダンがね、 甘めのスライダー、バックスクリーン、ホームラン、オスナ、グッパっティその前も打ってたしね。でもこれね、ハの若分かったでしょ。プロはね、甘め見逃してくれないからね。もうちょっと丁寧にコースに低くとか投げていかないと、なんとなしには投げてないと思うけど、なんとなしに投げたように見えたけども、それ甘めに入ったらね、一発でいかれるからね。で、オスナもね、あの、今日の試合で言うと、しっかりね、あの4打数3安打ン1打点、1アンダともう完璧。で、村上が4打数1安打ダ2打点、1ホーマーっていうね、もう非常に躍動して、えー、の 特定したっていうところは完璧だし、小川もね、しっかりとしたピッチングができたっていうところではもう完勝。ね。もうヤクルトの完勝です。ね。で、その後ね、清水、星とね、無視点で抑えていい形のリレーにもできたしね。カーブはもうちょっとそういう、あの、ところをきっちり、えー、やっていかないと、あれですよっていうね。さすがに優勝予想をしてますけども、皆さんね、一気中一気一気一気しちゃダメ。ね。 あの、その長い目で見ていく。まし初戦負けただけでね、サズキほら見ろとかで、ね、そういうのやめてください。ね、一休しちゃダメ。長い目で見ていきましょう。でもね、そこら辺、ちゃんと修正してくださいよ。ね、まぁ、あ、開幕だからいいけども。っていうところで言えばね、ヤクルトの4対0完勝。まあ、ヤクルトの強さがね、際立って出たね、試合だったし、村上のホームランっていうところはね、いや、また今年も行っちゃうよっていうね、流れ。その後にオスナがいるこのね、打線の絡み。非常にね、素晴らしいゲームでした。 ついで、えー、阪神対 DNA、ね、えー、6対3で阪神の開幕戦勝利っていうね。 ちょっと最後は去年の再来かっていうね、まさかまさかの去年見たく大逆転負けあるのかっていう感じがあったけども、今年は湯さが、まあ、ピンチつかったけどね、最後しっかり締めてね、勝ち切ったかなっていう中でね、阪神ね、初の開幕投手、先発青柳、5回3分の293球、2アンダー7 3球、1 1失点とね、まあ、これはもういい形のピッチングできたんじゃないのかなっていうところだね、グッピッチ。ね、DNA 開幕投手ね、石田、4回89球、5アンダー334、294失点と、まあ、この2回のね、 レンダっていうところが痛かったかなと。まあね、あの、2回、大山ね、センター前ヒット。で、佐藤、レフトのツーベース。で、森下がの時にね、あの、林のファンブル出塁。これ、痛かったね。このミスね。で、その後、う、あの、梅野がね、センター前タイムリー。で、小畑のね、センター前タイムリーヒットで続いて、で、あの、青柳が、まあ、ここで三振してね。まあ、無駄なことしなくてよかったよね。 月とかなった最悪だからね。で、ワンアウト満塁からね、近本がキッチン犠牲フライ打って3点っていうところはね。だから、ま、このミスも絡んでるからね。だからその WBC でもあったけど、やっぱミスして得点絡むとね、やっぱり流れ悪くなるなっていうところとね、このね、ま、おばたがね、今日のキーマンだったかなと。オバタがね、今日で言うと、4打数3打2打で1盗塁っていう中でね、4回にもね、 えー、ワンアウトから梅のフォアボールで、オバトセンター前ヒットで一三塁になって、青柳のね、セーフティースクイズ、青柳グッド、バッドバッかった。ね。しかも初球完璧です。ね。5回をね、この中の、のところでね、林、悪送球、バット林ミス2回。で、その後ね、ノイジーがセンター前ヒット打って、まあ、この新外工事もね、ヒット打ったっていうところではね、これ明るい気がしで生きるんちゃうかっていうね。で、大山がね、センターへの犠牲フライで、ここね、1点取って、ね、追加点っていうところも、これをね、 積み重ねて取れるべき時に取るっていうのは非常に大きかったね。そのね、サードの林のね、エラーのところも、この2回のね、ノーアウト2、3塁からね、森下のサード頃も、まあ、こう前で、こう行ったら間に合わないと思って、こう逆シングルで行ったのかなそしたらね、プロンチョっていうところでね、まあファンブル。まあ、取ってたらあのまま投げれてね、アウトになったから、まあ、あの判断がどうかっていうところはね、まあ、賛否あるけどもね。で、あの、五階堂ラボね、中野のね、サード頃、これはもうね、高騰しちゃって。 このミスがね、やっぱり命取りになっちゃったかなっていう中とね、この、阪神はね、そのミスをね、ついていく中で、8番のね、小畑、4打数3打にだって、全部ね、センターから反対方向なのよ。だからこの左ピッチャーを押すところのね、もう鉄則のようにね、石田に対して引っ張りにかからないで、全部懐に入れて、センターから反対方向って言ったバッティング、このね、準備の仕方、タイミングの取り方、待ちの姿勢ね、非常に完璧だったね、この初回のね、 梅ねあのチェンジアップ気味な球をね引っ張り込んでレフトに打った後もこの小畠のねセンター前タイムリーというところもしっかり引きつけての、えー、センター前タイムリーだったし妖回のねワンアウト1塁からのセンター前もしっかり引きつけてのセンター前でその後見事にね青柳のセーフティースクイズまあ5回は、ね、さっき言ったように林のミスから始まってノージイヒットでね大山が犠牲フライというねこの5対0っていうねであの青柳が投げて,るっている中ではもう阪神としたら、ね、もう完璧に近い。 の、ストーリーを描いてて。で、DNA はね、この6回表に、まあ、フォアボールからね、ツーアウト一塁から、宮崎がね、えー、代打、宮崎がセンター前タイムリーヒットを打って、まあ、その後ね、牧も鈴木かかったところでね、えー、かぶり、空振り三振。で、8回表にね、あの、ピッチャーケラーが出てきて、フォアボール。で、そのライトへツーベース。このね、ノーアウト二3塁から、まあ、外三振。でも、宮崎センター前で、ね、この二点、えー、取ってね、取れるべき的で取るんだけども、 ちょっとね、このエンジンかかってくるのが、まあ遅かったかなと。で、なんて言ってもね、このね、阪神のこの試合のね、一番のキーポイントはね、この8回裏。ここで1点取れたのが、もう良かったね。この8回裏にね、ピッチャー入れ、先頭佐藤がね、ライトへのツーベース。で、あの、代打糸原がセカンドゴロでアウトになるけども、しっかりね、新塁打で三塁に送って、で、梅野がショートゴロでアウトになるけども、ツーアウト3塁からね、オーバータンが引きつけて、レフト前。クッと、もうオーバーターヒーロー。ね この1点がめちゃくちゃでかかったね。で、9回表ね、ピッチャーユーさに代わって、え、大田フォアボール、飛ばしュフォアボール、小原三振取るけども、強打フォアボールとね、フォアボールで満塁にして、まあ、ここ、差の三振ね、こうインコース、ボール球だったけど多分1位の3で振りに行ったんだろうね。ま、あそれぐらい速いっていうことだけどね。で、外ね、ショートフライト。これ最後に、満塁ホームラン打たれてたら、一気に逆転だったからね。本当に去年の最大化っていう中でね、ま、あ最後ね、なんとかよく踏ん張ったからっていうね、タイガースファンの皆さんもね、 ひょっとしたら去年の二の前かっていうところはね、あったかもわかんないけども、まあこれはね、しっかり抑えてよかったなっていうところとね、結局今日の試合の流れはね、守備のミスっていうところがね、この明暗ついちゃったかなと逆にね、阪神は初回ね、この林のセカンドゴロっていうところをセカンドね、中野が取ってね、アウトっていうね、素晴らしいプレーを見せたし、このね、7回、DNA、ワンアウトからね、バッター関根の打球を、板山がね、 スーパーキャッチね、するっていうね。このやっぱり、阪神はね、昨年え、昨年も一昨年もそうだけど、エラーが多くてそれを負けていくっていうね、ところの守備力っていうところも、このね、問われたわけだけども、今日はそのね、守備力でね、あの、ピッチャー、まあ先発青柳もそうだしね、ピッチャー陣を盛り立てて、ミスなくね、無駄な失点することなく試合が流れたっていうところもね、 非常に勝ちにつながった。逆にね、DNA はそのミスがね、命取りになったっていうね、開幕戦に見えて。まあ、タイガースからするとね、えー、岡田監督、新体制のもと開幕戦勝ったっていうのは非常にね、好材料だと思うし、まあ、DNA にとったらね、ちょっとミスからの失点っていうところはね、痛かったかなっていう開幕戦に見えましたね。続ついで、えー、巨人対中日、三、えー、3対6で、巨中日の逆転勝ちっていうね、こちらも面白いゲームでしたね。巨人先発はね、新人の外国人投手、球団初ということでね、開幕投手。 ビーティね、6回98球、11度5三振無四球二四点と、まあ、ランナーを出すんだけどもね、粘り強いピッチングができたんじゃないのかなと。だからその中でね、まあ、まっすぐツーシーム、チェンジアップカットっていうところで、まあ、ボールを動かしながらね、ストライクゾーンの中で勝負していくっていうところもしっかりできたし、まあ、そこがね、フォアボールゼロっていうところにつながってると思うんだよね。まあ、ヒットはね、打たれちゃったけども、まあ、粘り強い投球。だからここらへんがポイントなのかな。ストライク先行で勝負できて、打たれても粘り強くフォアボールを出さない。これがもしフォアボールが出してきてたら、ちょっと捕まる傾向に、 なってくるっていう可能性が、ね、あるピッチャーのように見えたけどもねまあ、開幕戦としては非常に粘り強く投げれたんじゃないのかとまあね中日はねあの初回、先頭、岡林がセンターにスーベース打って、まあ、大島が、ね、タイムリーヒットっていうねまあ、この知っ点はもうね巨人からしたらもうこの岡林にスーベース打たれた時点で仕方ないねでその後ねあのワンアウト一塁になるけどもまあ、ビシエドがねサードライナー高橋へ飛び出してダブルプレーっていうねこれまあ1点で抑えきったっていう中ではね、まあ、巨人としてはまあまああ良かったかなと。ね で、3回ね、まだ岡林がヒット打って、で、大島がレフトでヒット。で、高橋修士は送りバンド。まあ、ここら辺はね、もう3番でも基地ち送りバンドっていうところはね、グッズ栽配だった。で、その後ね、秋のがショートの悩んだ。ショートね、よく取ったけどね、坂本ね、なんとかね。ま、あでもあれはね、まあ、ホームアウトにできないっていうところと、まあ、ファーストもなかなか厳しかったなかなっていうね。でもここもね、しっかりその後ワンアウト12からビジエドさ、ね、あの、センターフライ、木下ショートフライとね、 ピンチ抑えてるからね。てらここら辺は本当に粘り強かったよね。ここでバタバタっていかなかったっていうところはね。逆にドラゴンとしてはここでパーンって一気にね、行きたかったところもあるけども。で、その後ね、4回裏、中田のね、レフトスタンドへね、思いっきり引っ張り込んでの、あの、ホームランっていうところでね、まあ1点を返して、でもね、まあここまでかなっていう、その後ね、 大笠原ね、7回3分の2、145球投げるんだよね。5回6三4ね、4四球3失点と、まあ、まっすぐナックルカーブ、チェンジアップっていう中ではね、あの、侍ジャパンに唯一を土をつけたね、男っていうね、あの、肩書きがある中で、非常にね、あの、粘り強くね、あの、緩急も使いながら、いいピッチングめちゃくちゃしてたんだよね。あと、ここら辺はね、やっぱりロドリケスがいなくなったことへの、まあ、毎日です直結い、まあ、ロドリゲスい、いたら、7回で変わってたかもわかんないよね。 ここら辺がちょっとね、タツアビドラゴンズ、ちょっと計算が狂ってね、どういうリリーフで行こうかっていうところはね、悩みの種になるんじゃないのかなっていうようなね、気温に感じましたね。まあその時にね、まあ8回、ワンアウトからね、吉川レフト前、えー、丸がアウトになるけども、岡本がね、センター前ヒットで2アウト2塁からね、この中田がライトへのタイムリースリーベースね、逆で打つんだけども、まあここもね、外から入って外で行ってね、でもう追い込まれた中田がね、右方向、 打っていくわけよ。これも明らかに、誰が見てもわかるように。だからインコース行ったんだよね。これはもうこの選択はね、全然間違いじゃないと思う。あれ変化球行ってね、うまく合わされる方がね、嫌だった。反対方向を狙ってきてるからね。それが若干、若干してボール1個分ぐらい甘くなっただけで、あれはもうね、中田のバッティング、素晴らしい。もう究極の右打ちでね。 あれなかなかできないよ。究極のこのインコース究極の右打ちで、ライト戦打って、でもライト飽きのクッションボールの、あの、処理うまくできず、ファーストランナーも返しちゃうっていう、バットで、一気に逆転。これも完全、もう巨人勝ったなっていう流れの中で、ね、まあ大勢がね、まあ投げる状態じゃないということで、9回ね、ロペスが、えマウンドに上がるんだけども、岡本の悪送球、コート、バット結局、横浜と一緒。 エラーから。で、その後、溝脇、初期、一打席バンドしてね、引いて、あ、これ、まあ、普通バンドかなと思ったらヒッティングに変えて、レフトヒット、溝脇。これ、最強に素晴らしかった。この溝脇のおかげで勝ったって言ってもおかしくないね。で、ここ、溝脇に代償、高松出てきて、で、代打加藤翔平、勝野のところに、代打バンド。 追い込まれるまで、バンドに構えるのが遅いいやもう100%バンドなんだから、もう最初から構えとけって、ああいう時は。遅いのよ。だから全部このなんか立ち送りして差し込まれてんじゃん。で、追い込まれて最後になったら最後構えてね、完璧に近いバンド。グッバンド。最初からやっていこう。もう構えるの遅いよ、バンドの構え。ドキドキしたわ、見てて。で、ワンアウトに三塁になって、ここでね、ロペスからピッチャー高梨に変わったところ、岡林がね、ドン詰まりのピッチャー頃、高梨。 若干ジャックルして、2歩、2歩無駄に歩いたね。で、投げて、サードランナー、高松、よく突っ込んできたね、あれで思い切ってね。判断も、止まってもおかしくないからね、あんなボトボトのピッチャーゴーね。それを思いっきり判断よく突っ込んできて、しかもヘッドスライディングの角度と場所もグッと、キャッチャーの大城、できることない。あれもうね、あれタッチのこと言う人いるかもわかんないけど、あれもうタッチ入られてるからね。こう,こう言ってるけど、もう入られてこうだから。 入られてこうだから、あれも大城のね、できることない。あれが限界。逆に高梨が、こう、ジャックルして、二歩歩いたことによってセーフになってるから、あれこうやってワンピ、一発で投げたら楽勝でアウトだったからね。このね、大城の責任じゃない。あれ大城はね、何もできない。ていうか、やれることやった。それがもう入っちゃったっていうね、このジャックル。あれ痛かった。で、その後ね、大島の時に、岡林走って、敬遠して、ワンアウト満塁か高橋上、インコース気味のツーシームね、引き付けて、レフトオーバー、グッドパッティ 素晴らしいバッティング。引っ張りにかからないで、しかもインコース処理をレフトオーバーだからね。で、その後、秋野がね、犠牲フライ打って、4点取って6対3。ゲームセットっていうね。で、最終回、あの、ああマリティンス出てきてね、ライデル。完璧に抑えたっていうね。完璧にジャイアンツの勝つ流れかと思ったら、岡本のエラーから流れが一気に変わって。ね。あの、溝脇のレフトのね加。加藤翔平の執念のバント。高松のヒットスライディング。ね。 たか辺ゅのないと。負けだと思ったけどね。完璧に近いバッティング、ね、試合展開でした。まあ、その中でね、もう一つ気になったのが、このね、巨人3番手で投げた船場様、投手ね。あの、ルーキー。クッペちゃん。めちゃくちゃ良かったね。 若干サイド気味に投げるけどね、アキーの時もね、このインコースのストレートもしっかりちゃんと投げるんだよね。で、最後ストレートのね、見逃し三振っていうね。やっぱサイドからなるとね、対角線の外のマっクぐスライダー出し入れかなっていうところで、あの、インコースのストレートをきっちり投げれるのはね、めちゃくちゃすごいで、ね。で、その後ね、あの、ビシエドに対してもね、インコースのストレートもしっかり使いながら、最後ね、アウトコースのストレートで、えー、三振。 で、その後ね、あの、木下もね、今度は外のストレートスライダーを出し入れて三振。三者連続三振。グッピッチスパイラルグめっちゃ素晴らしい。これかなり期待時代。いや、一歩間違ったら新人王あるかもしんないっていうぐらいで、もう衝撃的なデビューだったね。あの、右のインコースのストレートをしっかり投げれるのが魅力やわー。めっちゃいい。っていうところでね、えー、開幕戦の6試合、お伝えしました。なんと今日は、プラスアルファあります。メジャー開幕戦も、そうチェック エンゼルス対アスレチック戦大谷の試合総チェック。今回メジャーリーグ総チェック入ります。なぜなら、今日の朝、えー、エスコン札幌から朝8時の便で東京帰ってきて、えー、10時7分からのメジャーのプレイボールのあの、試合、えー、サタデーステーションで解説するんで、えーテレ 朝に入って、え、スタッフと一緒に、その、大谷の開幕戦、アスレチック戦、見てました。だ今日、大谷のアスレチック戦も見て、夜、あの、日韓スポーツで、西武対オレックス戦の評論してるんで、ぜひね、紙面載ってますし、あと、ネットニュースも載ってるんでね、ぜひ読んでください。だ今日ね、評論ダブルヘッダーでございます。とか、昨日の夜からしたトリプルヘッダーでございます。っていうことでね、えー、エンゼルス対アスレチック戦、総チェック、メジャー、ね。 1>, 1対2でアスレチックスの勝利っていうところで、ま、先発、大谷ね、6回93球、二安打十三振三四球無失点、完璧なピッチング内容ではなかった。ね。まあ、あの、やっぱね、ちょっと力感、ちょっと力んだかな。ちょ、前半戦ね、本当にス,トスライダーめっちゃ引っ掛けたりとか、自分の思った通りの、あの、制球、精度、え、できなかったと思うんだよね。もうあの、若干荒れてたからね。 でその中で3回ぐらいからね、修正して非常にフォームのバランスが良くなって力感なくなってきたんだよね。で、精度も非常に上がってきて、ああ、立ち上って良くなってきたなっていう中でね、4回に、これもう圧倒的にもう前半から考えると、スライダーが7割ぐらい投げてたんだよね。6、7割ぐらい変化球。ね、で、まあ、フォーク、スプリットもね、投げてたけども、変化球6、7割で、スライダーほんと3割ぐらいしか投げてなくて、でもアスレチック打線がまあもちろんそうなってきたらね、 変化球狙いで、えー、来る中で4回ねワンアウトからディアスがねスライダーをセンター前ヒットで4番、えー、ブラウンがこれも変化球を打ってちょっとフォークがすっぽ抜けたんだよねあのレフトでツーベース打ってワンアウトに3でこっから良かったのよ ここからもう変化球を意識してんだと。まっすぐとか振ってこないからね。このくらいの1番のカペルなんて、変化球対応するけれども、最後、あの、2エンド2からほぼど真ん中のストレート、全く、あの、何もしないで見逃して、スタスタ変えていったから、これはまあ、あの、読み違いで三振したから、もう納得してんだなっていうところで、もう明らかに変化球対応だって、ストレート明らかに差し込まれてたのね。それを、まあ、あの、バッテリーともともね、エンゼルス、それを見極めて、この5番、アキラから、この配球を、 ガラッと変えたんだよね。それまで変化球したいだったところを、アギラからは、もう3球連続でストレート。これはね、この試合多分初めてだったと思う。で、最後、あの、ツーシームシンカーで空振り三振。で、その後のラウレアーノ。これも、ストレートボールになって、スライダーボールになって、ツーボールから、ストレート、ストレート、ストレートで空振り三振。これも全部振り遅れて。これでピンチを出したんだけども、このね、4回の、この、それまで変化球対応してた、 6、7割が変化球だった。で、それをアスレチックス打線が、それに変化球のタイミングで意識してきて、それをあの連打された。そのイニング途中に、しっかり配球の修正をして、まっすぐにシフトチェンジで、8、二ぐらいでストレートになったんだよね。で、それでアスレチックス打線が対応できなくて、あの、このピンチを出したっていうところでは、まあもちろんストレートの質も良かったし、この、えー、ラウレアの投げた最後のね、ストレート、101マイル、だいたい160、 1>, 1 6 k ロね、あのなんだけども、今年、今日最速だったんだけども、この配球の変化っていうところもね、非常に良かったね。で、5回の表にねあの、キャッチャーのね、あのミュラーあ、おホッピーがね、あのこの馬果ての1点取ってね、いや、これ、このまま勝つんじゃないのかっていう中でね、最後、リリーフはね、あの逆転されて、まさかの勝ち星つかずっていうところでね、非常にね、まあ、大谷としては、自分本来のね、多分ピッチングじゃなかったと思うの、請求乱れて。でも 悪い中で無失点で抑えるっていうところがさすがだね。まあね、ピッチャーもそうだし、ダッシもそうだし、ね、で、これは日本もメジャーもそうだけど、常に状態いいわけじゃないからね。状態いい時には勝つのはもちろん、状態悪くてもいい成績を残していくっていうところがやっぱりね、あの、超一流のゆえんだと思うんだよね。そういったところでは、大谷もね、まあ、あの、いろんなね、フロリダ、アリゾナキャンプ、で、今回ね、アスレチックスっていうところでね、あの、めっちゃ寒かったらしいの。 平均が10度とか10度以下だったらしくて、暖かいところから寒いところに来て、いろんなね、ところの調整具合とか、不慣れなっていうか、いきなり寒くなったからね、なんか、ちょっと何かはね、準備の段階であったかもわかんないけども、状態の悪い中、それをね、しっかりね、あの、この、6回93球、2安打十3 4、三4球無失点とね、玉数も抑えながら無失点で投げたっていうところはやっぱさすがだね。で、まあ、この中でね、まあ、今回、今年からね、えー、メジャーでは導入されてる、まあ、ピッチロックとピッチコム、 のことなんだけども。まあ、ピッチクロックはね、あの、ランナーがいなかったら、もうピッチャーが取ってから15秒以内に指導しなきゃいけない。で、ランナーがいるときは、ピッチャーが取ってから20秒以内に動き出さなきゃいけないっていう。で、それ動き出さないと、ボールは1球ね、なっちゃうのと、バッターは、あの、ピッチャーが受けてから7秒以内にもう打席で打つ構えをしなきゃいけない。それがなんないと、ストライクを1個で、取られちゃうっていうね、ところがあるんだけども、もうめちゃくちゃ早いね。 テンポもどんどん行く。で、その中ではピッチコムっていう、このね、あの、多分、大谷はね、ここら辺に内蔵してたと思うんだけどね、その内蔵してる電波信号があってね、それでサイン交換するから多分、で、ピッチクロックはピッチコムとセットじゃないと多分成り立たないね。あの、サイン交換してると多分2回首振ったらね、15秒過ぎちゃうんだよね。だからもう、 ピッチャーの方が直接出すとか、キャッチャーから直接出すっていうね。だからキャッチャーもアスレチックスとかずっとベンチ見てて、マインデスもそうだけど、ずっとベンチ見てて、ベンチからサインが来たら、そういうボタン、ね、この。 右膝の上ぐらいのところにあるんだよ、ボタンが。で、そこをね、あの、キャッチャーミットで隠して、ボタンを押して、ピッチャーに信号を伝えて、で、それでね、もうサイン交換しないで投げてくるっていうね、このスピーディーさがないと、もしくはピッチャーがね、ここの、いろんなところにつけてんだけども、そこをボタンを押して、キャッチャーに伝えて、サイン交換するっていうね、中でサイン交換を省略することによって、 この15秒っていうピッチクロックに対応してるっていうのもあるんで、日本も導入したらいいじゃんっていうところあるかもしれないけど、日本もピッチクロックを導入するんであれば、ピッチコムも同じように導入していかないと、多分これはね、成り立たない作業だなっていうところは見たんで、今度ね、メジャーリーグ見る人はね、そういうところのね、ピッチクロックとかピッチコムにね、注目してみると、またね、どこでボタン押してるとかあるんでね、まあ面白いかなっていうところもあるけども、やっぱ展開早いね、1イニ3分ぐらいであるし、バッターもそこそこ行かなきゃいけないから、まあピッチャーにとってもね、まあ大谷翔平はどっちかっていうと去年ま では、その時間を多く使うピッチャーだったけども、そこでね、修正を,を用いられるけども、バッターの方もそくそくかなきゃいけないから、これピッチャーに対しても、バッターに対しても、いろんな不都合がある中、慣れていかなきゃいけないあのピッチクロックかなっていうようなね、感じもしましたけど、下手したら、もう、ポンポンポン、もう1イ3分ぐらいで終わっちゃうからで、ね、あの1-2グでい1回、表がね、だから、ここら辺はね、だから、20何分省略されてんだよね、だからいいか悪いかわかんないけど、本当に速い、めちゃくちゃ速い。 まあ、ここら辺はね、もし見た、見る方いたらね、あの、すぐ、お、早いなっていうね、もう天下ある、もう、もう、チェンジみたいな感じになるからね、そこら辺見てもらえるといいかなと。で、今後ね、やっぱね、エンゼルスが勝っていくためには、やっぱりね、大谷の後ろの4番がね、誰がなるのか、そのバッターが打つかどうかはね、かなり大事になってくると思う。8回、8回もね、大谷がね、敬遠されて、後のバッターがね、4番が三振して終わりなんだけど、まあ、トラウト、大谷って並んでるから、 トラウトは、大谷がいるから勝負してくれると思うの。だからやっぱりエンデスはトラウトのチームなんだよね。だから、トラウトがどこまで打つかが勝負だね。だここは大谷になってくると、大谷勝負しないで、4番以降で勝負しようってなっちゃうから、多分大谷が敬遠されることは増えんだよね。だから日本でもそうなんだけど、やっぱりね、次のバッターに強打者がいると、そのバッターで勝負しなきゃいけないから、成績が上がるっていうところもあるから、やっぱりね、エンデスが今度、今後勝っていくたびにはね、 4番に誰が座るか、4番がどこまで結果出すかが、多分チームのね、あの、命運握ってくると思う。だからそういったところもね、注目して見ていくとね、面白いかもわかんないんで。まあ、さぞざね、あの、アベマでもメジャーのね、解説しますから、ぜひそちらの方もね、4月8日に解説しますけどね。 そちらの方も注目していただけるとね、えー、面白いと、え、思います。えー、ということでね、さだた開幕戦。今年はね、メジャーの開幕戦もお伝えしましたけども、総チェック。またね、あの、新シリーズやっていきますので、ぜひね、楽しみに見てください。ということで、2023年シーズンプロ野球、開幕戦、全6試合のセールチック、総チェック。もう、かみかみです。疲れました。終わりですね。ということで、また、プロ野球ね、皆さん、楽しんで1年間行きましょう。ありがとうございました。